日本国内だけでなく世界的にもジャパニーズホラーとして高い評価を受け、世界的にジャパニーズホラーブームを起こした日本のホラー映画ならリングやジオン、漫画なら伊藤潤二作品、ゲームならサイレンシリーズなど、日本には様々なホラー作品が存在します。そんな中、海外にて自分はアメリカで生まれ育ったからアメリカスタイルのホラーに慣れているとは分かっているけど、ジャパニーズホラー映画は何度見ても本当に怖くてなれない。なんで日本のホラーはあそこまで怖いんだろうという投稿に対し、海外から日本のホラー作品の魅力や特徴、独自性など様々な議論や反応が寄せられていました。それでは海外の反応です。アメリカンホラーはとにかくでかい音、急に出てくるピエロとかばかりで飽きたな。日本のホラーって何回見てもずっと怖いけど、あれなんでなんだ。日本のホラーは本能に訴えかけてくるような恐怖が散りばめられてるんだよ。アメリカで育ったからアメリカの迷信や宗教には慣れてるけど、日本のそれは未知の世界だよね。知らないものが怖さを増すって感じ。結局日本のホラー自体が怖いんじゃなくて、馴染みのない未知のものが怖いってことだよ。ホラーってのは現実の恐怖を掘り下げるべきだと思う。アメリカのホラーはアクションが多すぎて恐怖が薄れることが多いよ。例えば車に関するホラーや駐車場での攻撃とかね。普段の生活にはあまり関係がない恐怖が多いからアメリカンホラーは共感しにくい。日本のホラーは心理的な要素や民間伝承に重点を置いてる。リングやジオンなどがその代表例だね。これらの作品は独特の雰囲気を持ち、アメリカのリメイク作品よりも怖く感じられることがある。文化の違いが日本のホラーの怖さを増してるんだ。西洋のホラー、特にスラッシャー映画はとにかく驚かせることを重点に置いてる。東洋のホラーはずっと緊張感を保って心理的に怖がらせることに重点を置いてる感じだな。日本はアメリカのホラーのテイストに従わず心理的なホラーが重視されてる。対照的にアメリカはジャンクスケアや予測可能な音楽、血みどろのシーンといった外的な恐怖に頼りすぎてるんだよね。 J ホラーでは悪いことをしたいなかったり、罪がなくても怖いことが起こる。地震や病気、戦争みたいな現実の恐怖が背景にあって、単に生きているだけで怖い目に遭うことがあると感じさせてくる。これがマジでたまらん。日本の厳しい社会では抑圧された感情を表現し、規範に反する芸術を作るのが得意だから、日本のホラー映画やゲームは心理的な緊張が続く点で特に面白いと感じる。社会の緊張感が芸術に影響しているというわけだね。いかがでしたか？よければ皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。